高杉焙煎、南原焙煎、行くぜ。おお、チェンソーセット、レッツゴーオン。バイバイ。やっぱ正直、なんだろう、一番、なんだろう、伝説に残るお話でもあるわけじゃないですか。イエロー4が急にね、一生変身を解かないところから、やっぱ子供ながらに、んって思う部分はやっぱあると思うんですよね。で、そこで、みんなでお葬式して、ね、またバイオ粒子を探したやつを探して、次の輪にはもう出てくるみたいな。急に海外からそのタイミングで帰ってくるわけですから、ヨーロッパから。そうっていうね、やっぱあのところ、やっぱみんな気になってると思うんで。あれはもう無理くりだよね、話もね。うん、現場騒然だったじゃないですか。いや、騒然騒然、もう、来なくなった、はい、その撮影現場、はい、ロケバスの中でただ待機して、はい。その日撮影はあったんですか？その時はね、多分、飛ばしてだよね。飛ばして、ただ、やっぱりほら、来てないからっつって、どうなったんだっけね。でも、その撮影の日に来てなかったんだよね。ああ、当日にね、朝ね、はい、来てないんですよっつって。連日撮影だから、その前日は来てた。いや、アフレコだったんです。ああ、そっか。で、次のシーン の撮影だったんで、はい、で、俺なんか逆にでもあれですよ、結構自分なんてほら、現場集合って多かったから、はい、現場集合にしてんじゃないって俺は思ったぐらいなんだけど、そのロケバスに乗ってないんで。なるほど、なるほど。現場集合で来るのかなって思ってて、でもそれがなんかちょっと感じが違うじゃない、雰囲気が。確かにそうですね。レッドと同じぐらいさ、存在感あったじゃない。あ、確かに。いや、めちゃめちゃね。だから服はレッドだった。そうだ。だから赤い服着てましたもんね。そう。ほんで、結構やっぱり期待されて、出演だから。いや、割とその序盤にはけちゃったから、びっくりしたんですよね。こっちがもう一番びっくりしたから。だって、結局同じ事務所だから、もしかして俺降ろされるんじゃないかって言ってたもんね。あー、なるほど。それがね、一番だからあったのね。もうね、本当おかしくなってたから。そっか、俺ももしかしたら降ろされるんじゃないか。そうで、言ってたね。ロケバスの中で先輩に、事務所の責任取ってクビってことになったり可能性あるんですかねって言ったら、台本読んでりゃ分かるよ、NASA へ行けってセリフに書いてあるから。マジっすか。でも NASA 問題ってサンバルカンのやつやで。NASA へ行けたらレッドだけでしょ。もうそれがもうあれだよね。そう、合言葉、合言葉っすね。そう、いや、それ僕も実は、それこそこれ鈴木さん関わってらっしゃるじゃないですか、このバイオマンにも。僕も要は鈴木さんが当時部長だった気がする、確かあの時部長か。でも冒頭大林さんで同栄ので、フラークンつってNASA に行かないようにね、ポンって言われて、NASA って何ですかから始まって、歴代それ伝われてんだね。そう言われて、で、その後 NASA の意味を知るみたいな。で、それのサンバルカンの話で、これで五代さんにちょうど聞いて、うわー、そういうことかみたいな。そう、まあ、もちろん当時も知ってましたけれども、改めて聞くとびっくりしますよね、本当に。そう、だからね、台本もらうたびに、もう、バーッと見て、今回も書いてない、今回も書いてないと思って。その時、本当、もうね、失神ができちゃって、マジっすか。赤い斑点がバーって出ちゃって、何これと思って、で、病院行ったら、ストレスですって。うわー。もともとは、イエローがいる程度台本があったわけじゃないですか。うん、で、来ないから台本変わりますよ、もちろん。まあ、あれはそこら辺で3話ぐらいガーンと変わってるよ、プロデューサーとかね。このまま大変だったのか。もう最初のコンテができてんだけど、あと流れも、はい、それがそこでもう全部がぐちゃぐちゃになってくるんだ。あ、確かに。だから本当バイオに関してはなんでこんなにって言って、だから結構うちらお祓いって普通何回かしかないじゃない、はい、4、5回行ったもんね。行ったじゃない。行ったよ。
え、なんでこんなにもう一回オフライオフライ行くのそんな言ったっけ言って言ったいやでもなんかそういった意味ではいろんなことが起こりすぎてますよね。そうだから結局俺思うんだけど、それがもうね、東映さんたちが売り上げ取れないから海外にぶん投げたのかなって、バイオマンからバイオマンが一発目じゃないですか海外本当はそうですよね、うん、だからパワーレンジャーの第一弾って10レンジャーからっていうふうになってるんですけれども、本当はバイオマン編があったんですよ。撮影も終わってたんですよね。そう、フィリピンとか韓国とかそこら辺はもうバイオマン行ってるから、うん、それまではだって海外に出てないですからね、うん、ダイナマンとかそれは、うん、で全世界で見られてるからうちらが40周年っつってアニバーサリーでなんかレジェンドって言って祭り立てられるのはすごいありがたいことです。いやでもすごいレジェンドですよ本当に。日本国内だけだったらってさ、ここまであの特撮のヒーローってしないと思うんですよ。海外のやっぱりね、日本のアニメとかそういう特撮が出てったから今こんだけフューチャーされてるし、うん、いやそういう意味じゃ雨降って地下がまず良かったのかな。なるほど。でもやっぱ気になってるのは、じゃあイエロー4来なかったってことは声は誰がやってるんだみたいになるじゃないですか。だからそのアフレコをやった声優の方がいらっしゃる。まあ、ルフィ。そうそうそう、はい、ルフィね。後からね、お、あの時の、あの時の声やったのがルフィだって。だから、田中真由美さんがイエロー4の声をやられたってことです。正直、あの、葬式のシーンとかって、どんな雰囲気だったんですか。葬式って何ですか。要は、イエローのまま。よりでさ、ああ、鼻で。寝かした鼻。ああ、そう。あれは結構ネットでもやっぱショッキングな映像というかやっぱ残されてない。あそこはだからもう冷静に考えて、ああもうこう撮るしかないんだよなっていう感じでしか、こっちサイドはだからもう早くないからね、すっぴんを出せないじゃないですか、はい、早くもある状況で次の展開に持ってきたいんだなっていうのは分かったし、もうここで、ね、終わらしてみたいな。現場で台本が出来上がってくるんですか。おい、あいつ来ねえからもうこれで行こうみたいな。違う。だから何日でも1日か2日しかインターバルなかったよね、うん、で、差し替えで、そっか、じゃあ一旦もう今日は来ないけど、まあ、できるところだけの撮影は撮っておいて、で、次の日も来ないからもうダメだ、これ台本書き換えだみたいな、うん、そうだからイエロー編でイエローが死ぬ方に持っていく、バイオ粒子のあれを、はい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 、あんなんだって。でも、大それとさ、台本の書き換えってあった？なんか記憶にないんだよね。いや、俺だってあの時の、もうレアだけど、前の俺準備校持ってっからね。あのシーン、10話か。マジっすか？変わってた？だって全然違うよ。見た！もうあんまり引っ張らないで、あ、ここで終わらせんだなっていうやり方じゃないか、うんうんうん、そうですね、じゃないと次には進まないから。いやー、だからまあそこはもう本当にみんなね、多分天話やワイヤしたんだろうなって思いながら見てましたけどね、本当にね。じゃあそれが功を奏してバイオマンってそういうインパクトになったけど、うん、もうちょっとしたら普通だったかもしれないし、ね、いやー、普通にいけば。でも確かにあれのおかげで真田さんが出てきたりとかってのあったって聞きますから、うん、そうそう、黒崎さんとお詫びね。あれやっぱそうですか、正直。もうそれしかない。それしかない。ああ。逆に、ジャックの方ですよね、また。そう。ですよね。ずっと緊張してますよね、多分ね。そう。ですよね。そう。どうあったんですか、その、要は2代目、矢吹潤が入ってきた。スミちゃんだってあれでしょ。私、オーディションの時、はい、いたんですよ。そうなんですか、うん、見てるんですか。いや、あの、ちょっと、並び見たいから、はい、何人かいた時に、あのそう、あの山岡さんに呼ばれて、はい、ちょっと並んでもらえるって言って、そこ3人ぐらいいたんですよ、ジャックの。そうなんですか。で、その時が、あの時の子だと思って、決まって、あのスミちゃんがね、来たよ、まあうん。あの子も結構大変だったよね。いや、大変。もこれもほら、結局ほら、お名挽回しなきゃいけないじゃないですか。大変でした。すごかったですね。もう主役、真田広之さんですよ、あれで。あの時ね。はい。で、本編はだって、ほら、もうイエロー編でしょ。はい。もうほとんどもう、失神してたもんね、彼女ね。ああ。だってあの子だってさ、このレギュラー初めてでしょ。初めて。だって、それまで、大学生で、ずっと練習とか出てなかったのね。要は、同じそんな状況で、はい、で、右も左も分かんないので、結局、一発目で、うん、看板背負って、はい、お目挽回しなきゃいけないから結構大変だと思うよ。プレッシャーすごいですよね。いや、半端じゃないと思うね、あのプレッシャーは。ですよね。イエロー4って皆さん10話でいなくなったと思ってるじゃないですか。でもエンディングにずっといます。出てるんですよ。そう。そう。だから皆さん、イエロー4はエンディングの中に。
いるんで、ずっと。だから逆に言うとエンディングが更新されないんですよ。矢吹純バージョンのエンディングはないんですよね。本当だよね。ない、あれはない。で、実はですね、イエロー4、2代目のイエロー4の方と、ピンク5の、方に、牧野さんもにもですね、うん、実は出演していただくことが決定しているので。あ、取ったんすか？はい。あの二人はね、うちらのね、女性版みたいなもんだからね、あのデコボコなんでね、あっちも本当面白いですよ。本当に。だから、結構ね、いいチョイスかもしれない。あの、この二人ね、はい、イエロー4、ピンク5。うん、はい、ちょうどよな、ピンク、みっちゃんね。はい。で、こっちが、はい、今日の、俺みたいなのが多分スミちゃんだよね。そうそう。ああ、なるほどなるほど。だから責任じゃそうしときます。そんな感じなんで、結構あの子たちの話も、はい、ほんといろんなね、あの引き出し多いんでね、はい、うん、いろんな話が聞けると思います。なるほど。じゃあちょっとお二人で最後一言ずつおたらメッセージお願いします。まあこの間ね、あの5人で一緒にやりましたけど、まあまた一緒に今度、ね、あの仕事ができればと思います。頑張ってください。あまり余計なことしゃべらないようにね。頑張ったね。はい、ということですね、本当にありがとうございました。はい、楽しかった。いや、本当初めてね、もうドキドキしてて、はい、何喋っていくか分かんなかったんで。いやいや、もう本当によう喋ったな。いや、昇進なんでさ。たくさん喋っていただき、ありがとうございました。いきます。ありがとうございました。せーの、バイオマン、またねー。またねー。次回続くよ。またねー。今、イエロー4、そしてピンク5の2人でーす。そうなんだよね、はい、昔やっぱり事故した当たり前。いやー、そうです、ね、でもそれを言えない、うん、一瞬でもね、6人目の戦士みたいな感じで翔太っていう男が現れるんですよ、はい、これ新帝国ギアはバイオマンに勝てないなって。だって新帝国ギアよりもバイオマンの数の方がめっちゃ多いんだもん。次々出てくるから湧いてくる。一生終わらないじゃん。急に戦いになって待てーっつってやったら、その時にここまで解説してくれた人いないだろう。 いないし、これぶっちゃけいいっすか、イエロー4はなぜ交代したんですか、いなくなったんですか。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。